今日は楽しいひな祭り。3月3日はひな祭り。おひな祭りです。見て、お内裏様とおひな様。娘の時はこのようなご顕微画でしたが、最近は七段飾りがお部屋で飾るのがなかなか難しくなりました。大変大きいものなのでお部屋がいっぱいになってしまいます。おひな様の歌を歌います。明かりをつけましょう、ぼんぼりにお花をあげましょう、桃の花。五人林と笛太鼓、今日は楽しいひな祭り。ぼんぼりって何？ぼんぼりは御殿の中に灯している明かりのようなものです。お内裏様とおひな様の二人しかいないんですか？お内裏様とおひな様と家臣のものがいるんですが不在ですか？どこ行っちゃったんですか？家来がいないんですけど。あとなんかいろいろな荷物を持ってたりしてたような。そうですね、その荷物も倉庫に預けて今風ですね。おひな様は女の子のためだけですよね。そうですね、女の子の末永い幸せを願って飾ります。そういえば人形は顔が怖いですけど、なんか怖い話とかありませんか？そうですね、人形は夜になると動くんです。ひぇー怖い。髪の毛が伸びたり。私は子供の頃怖いので人形を全部後ろ向きにしておきます。それもまた違う意味で怖いですね。今からこれをメルちゃんにプレゼントします。じゃんじゃんだだだ。はい、プレゼント。そう、開けていい？どうぞ。いや楽しみ。なんでしょう。すごい、かわいい。花柄？お、夏よ。そうね。おお、ちょうどなかったの。うん。これからの。かわいい。すごい。こっちはなんだろう。わ、これも夏だ。そうね。これからのやつだね。これからの。かわいい。いやちょっとじゃあまずメルちゃんに報告しないと。メルちゃん、ナナがプレゼントくれたよ。見て。どうかしら、かわいい。いやあ、にっこりしたじゃん。ちょっと合わせてみようか。じゃん。ああ、すごい、ぴったりじゃない？あら、ぴったりね。やんだ、かわいいね。よし、次。あにゃう、かわいい。メルちゃん、メルちゃんかわいいよ。どうする？ねえ、かわいいよ、似合うよ。楽しみだね、夏が。帽子もかぶってねえ。夏は遊びに行こっか。インドネシア行く？インドネシア遊びに行こっか。似合うよ、ほら、どっちも似合うよ。お嬢さんだね。メルちゃんも喜んでます。嬉しいね。あー、よかった。ありがとうね、ナナ。ありがとうね、ナナって。メルちゃんも、あ、メルちゃん気に入った。おいしい。おいしいの気に入ったか。
비야사냐파스히나마즈리오란주반시앱강마카난가얘기니와르나냐루주강카리니기타브루시아반가이센돈タピレビウムムニャシャプカンチラシ寿司。